今日は室内干しについてお話をします。一つはですね、物干しが別でいるタイプと、もう一つが物干しがいらないタイプという、この二つに分けることができると思うんですよね。乾かすだけではなくって、お部屋の中の衣服のですね、収納としても僕はこれはすごく使いやすいんじゃないのかなというふうに思ってます。この物干しシステムに関しては気をつけなければいけない点が僕は4つあると思うんですよね。そのうちの1つは、以前もですね、実はこの部屋干しについてのお話は少ししました。しかしその時は比較的ですね、早く乾かすにはどうしたらいいのかという方法について少しお話をしたんですよね。これは内装中心の話をしました。今回はですね、その部屋干しの際の便利に役立つグッズについてお話をします。部屋干しのメリットはですね、天気に左右されずに部屋で干すことができるということですよね。さらにですね、女性で言うならば防犯面でも安心であるということ、それからですね、花粉やホコリ、こういったもののですね、影響を受けにくいということでですね、最近お部屋干しが結構多いみたいです。でその際にですね、どこで衣服を干すかということですね。これ当然窓際だと僕は思うんです。場所がですね、あまり邪魔にならない位置であるということ、それとですね、太陽の光ですね、これとの相乗効果で衣服が早く乾くということですよね。こういったこともあって窓周りに置かれることをお勧めしています。これよくですね、スタンド式のですね、部屋干しのタイプを使ってらっしゃる方がいるんですけども、結構出しっぱなしになっている方が多いんですよね。そうすると当然そこにいつの間にか別のものが置かれちゃってたりとかしてですね、いつの間にかお部屋の中のですね、インテリアの一つになっている可能性っていうのがありますので、今回お話しするのは室内の物干しについてのお話をします。これはですね、まず大きく分けるとですね、僕2つに分けられると思うんです。一つはですね、物干しが別でいるタイプと、もう一つが物干しがいらないタイプという、この2つに分けることができると思うんですよね。でさらに言うと、いるタイプの中でもですね、そこからさらに物干しを脱着するタイプ、それから収納するタイプという2つに分けることができると思うんですよね。でそれぞれその中で天井付けにつけるのか、それとも壁につけるタイプなのかという2つに分けることができると思うんです。でこれ同じく物干しがないタイプの場合でも同じなんですよね。でこの場合というのは、物干し竿がベッドでいらないということになってきますので、収納タイプのものが多いわけなんです。でこれも天井付けなのか、それとも壁につけるものなのかという、この2つに分けることができるんですね。で今回は物干しが不要のタイプについてお話をしたいというふうに思っています。でこの中で天井付けのタイプですね、これはですね、よく使われるのが、一つはですね、川口技研さんの URM 型というタイプですね。それともう一つはパナソニックの星姫様というタイプですね。これいずれにせよですね、天井を少し切り抜いてですね、その中にユニットが入ってるわけなんです。そのユニットが電動のタイプと手動のタイプでこう竿が降りてくるわけなんですよね。そこに収納物というか洗濯物ですね、それを干していただいて、干していただくと、当然それを乾いたら取り込んでいただいて、竿は元の位置に戻していただいて、蓋を閉めればですね、目立ちにくいですし、すっきりすると思うんですよね。これが壁付けのタイプになってくると、同じくこれも星姫様というタイプがあります。ただこれはですね、ユニットが丸ごとボーンと見えちゃうんですよね。ですからちょっと出っ張る形になります。そこから竿を出してきて、そこに洗濯物をかけていくタイプ、それからですね、もう一つが川口県の干し屋っていうタイプですね。これは僕お勧めしたいと思ってるんですけども、比較的ですね、洗濯物の乾かすだけではなくって、お部屋の中の衣服のですね、収納としても僕はこれはすごく使いやすいんじゃないのかなというふうに思ってますね。広げればですね、1800かな、それぐらいになりますし、畳めばですね、70センチぐらいの大きさなので、非常にコンパクトなタイプです。ともう一つは、これは森田アルミさんが出している PID4M っていうものですね。これはですね、ワイヤーです。ホテルなんかに行くとですね、ユニットバスなんかで時々ワイヤーでこう吊るしてですね、そこで乾かすタイプのものがありますよね。それと一緒ですね、ワイヤーをいる時だけ引っ張っていただいて、反対側の壁のところで固定していただくと、でそのワイヤーに対して洗濯物を干していくというタイプですね。でこれどれが一番いいのかっていうのはですね、これは使う人のそれぞれ個人的なものなんですけども、一番僕いいと思うのはワイヤーだと思うんですよね。これなぜかといったら、干したらですね、そのままワイヤー取ることができるんですよね。そうすると何もないものでいいんです。他のものはですね、意外とですね、洗濯物を干した後ついつい
気が入ってきた時にジャケットをかけてしまったりとかですね、シャツの着替えをこうかけてしまったりとかですね、結局それが最終的には収納道具と化してしまう可能性があるわけなんですよね。ですから結構このワイヤータイプっていうのはそういった意味では必要な時以外は使わないのでいいんじゃないのかなというふうに僕は思っています。ただですね、この物干しシステムに関しては気をつけなければいけない点が僕は4つあると思うんですよね。そのうちの1つは重さです。これ意外とですね、重さを気にせずにボン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 かけちゃう方もお見えになるんですよね。これ本当にある件なんですけれども、結局かけすぎてですね、天井がですね、重さに耐えきれずに抜けてしまいましたと。もしくは壁付きのタイプだったんだけども、その壁が壁ごとこう剥がれてしまったというタイプなんですね。これ実は2番目に言うですね、取り付け方法ですね。ここにも関係してくるわけなんです。でこの収納システムというのはインターネットで自分で買うことができるんですね。買うことができるがゆえに自分で取り付ける方が結構多いんです。ですから私なんかはリフォームさせた際というのは最初からその部分を見込んで、例えば窓の上部分に関しては下地を入れてですね、木下地を貼ることによってある程度の重量には耐えれるようにはしています。ただそうではなくてプラスタワーボードといわれる軽量ボードですね、そこに取り付ける場合というのは補強をしてあげなきゃダメです。そうでないと重量に耐えきれずですね、壁ごとこう落下してくるというケースが結構多いわけなんですよね。ですからそういった場合も含めてですね、大体の目安というものがあります。まあ、この表がそうなんですけれども、各商品を見た時というのはそれが何キロまで耐えれるかってことをよく見ておくべきだというふうに思いますね。そして3つ目はですね、商品の価値を守るということですね。これ何かといったら先ほど言ったようにですね、何のために収納タイプにしたんだということですよね。これはすっきりさせたいからなんですよね。で洗濯物を干すという目的はあるんですけども、干した後は取り込んですっきりさせたいということなんです。ですから用が終わったらちゃんと元通りに戻しましょうと。そうするとせっかくの収納タイプすっきりさせたいという目的が達成できるわけなんですね。それを横着していつまでも干しておいたりとかですね、またしまうのがめんどくさいからということでハンガーをかけっぱなしにしておくと、いつの間にかそこに服がぶら下がってしまっているという結果につながりますので、商品価値は自分たちで守りましょう。そして4つ目、あえて言うならですね、前回もお話をしましたお部屋の内装ですね、これにも気をつけられた方がいいと思います。当然ですね、部屋干しをした際というのはお部屋の中でエアコンを焚いてやる場合とですね、それから窓を開ける場合ですね、それからサーキュレーターを使う場合とかいろいろありますけど、いずれにせよ湿気が溜まりがちになります。それを繰り返し繰り返しやることによって壁に負担がかかってですね、カビが生えたりとか原因になります。ですから壁材にはですね、そういった調湿機能のあるものを使ってあげると、また部屋干しにもプラスアルファでメリットがあるんじゃないのかなというふうに思っています。急ぎたいという人のためにはですね、こんな商品もありますね。骨感という商品なんですけども、いわゆるドライヤー1本でですね、乾かすことができるという商品です。これ時々雑誌なんかにも載っていますよね。こういったものは本当に急ぎ時に使うだけであって、後に関しては部屋干しで十分だと思うんですけども、そのためにも内装の部分というのはちょっと気をつけた方がいいんじゃないのかなという、これを4点目に付け加えたいなというふうに思っています。まあちょっとこれから先ですね、台風が終わった後青空の下で衣服を干すというのは非常に気持ちがいいと思いますけども、その間やっぱり外に干すわけに参りませんので、お部屋の中で干す室内物干しについて今日はお話をさせていただきました。ご参考いただければ幸いです。